ブランデンブルク門近くのベルリンの壁に登る東西ベルリン市民ベルリンの壁崩壊は1989年11月9日にそれまで東ドイツ市民の大量出国の事態にさらされていた東ドイツ政府がその対応策として旅行及び国外移住の大幅な規制緩和の政令を事実上の旅行自由化と受け取れる表現で発表したことでその日の夜に ベルリンの壁にベルリン市民が殺到し、混乱の中で国境検問所が解放され、翌11月10日にベルリンの壁の撤去作業が始まった出来事である。略称として壁崩壊とも言う。これにより、1961年8月13日のベルリンの壁着工から28年間にわたる、東西ベルリンが遮断されてきた、東西分断の歴史は終結した。 東欧革命を象徴する出来事であり、この事件を皮切りに、東欧諸国では続々と共産党政府が倒された。そして、翌1990年10月3日に、ドイツ民主共和国に再設置された各州が、ドイツ連邦共和国に加盟するという名目にて、東西ドイツの統一がなされた。壁の前のブランデンブルク門。左側が東側で、右側が西側である。 第二次世界大戦後に敗戦国であったドイツは、ソビエト連邦をイギリス、フランス、アメリカ合衆国の戦勝4カ国による分割占領が行われ、その中で首都ベルリンも終戦直後に戦勝4カ国の共同管理地域とされ、やがて東西の対立とともに1949年に東西2つの国が成立して、ドイツ民主共和国は、 ソ連からの大きな経済援助と軍事力で、社会主義国として、東側陣営に属し、西側陣営に属するドイツ連邦共和国とで、ドイツは分断された。そして、首都ベルリンも、ソ連側管理地区の東ベルリンと英米物3カ国管理地区の西ベルリンに分断された。ただし1961年夏までは、ベルリン市内での東西の往来は自由であった。 しかし1961年8月13日に突然東ドイツ側がベルリン市内の東西の往来を遮断し境界線近くに壁を建設してベルリン市民の東西間の自由通行はこの日に断絶された。これは東西に分かれて以後東ベルリンから西ベルリンへの人口流出が止まらず1945年から1961年までに 東ドイツから西ドイツに移った人々は約300万人に達し、その半数以上が当時自由に行けた西ベルリン経由で西ドイツに逃れていた。危機感を持った東ドイツは西ベルリンが逃亡への出口になっていることから西ベルリンを壁で塞ぎ、東ドイツ国民を閉じ込めるために建設したもので、これを反ファシズム防壁と呼んだ。国境が遮断されて、 有志鉄線が張り巡らされたが、あるところでは、道路の真ん中に、あるいは運河が、また橋の真ん中が国境線であった。以後東西のベルリン間での市民の行き来は不可能となった。ベルリンは、第二次世界大戦後の東西冷戦の最前線であり、1961年8月に突然出現した、このベルリンの壁は、 東西冷戦の象徴であった。しかし、西へ逃れるために壁を乗り越えて越境しようとした、市民が死亡する悲劇は後を絶たなかった。1961年8月から1989年11月までの28年間で5000人以上が越境して逃れ、約200人以上が越境できずに命を失い、約3000人以上が越境を試みて失敗し、 逮捕された。東西ドイツの間で1961年から1988年までに、総計23万5千人が、共和国逃亡によって、西ドイツに逃れた。そのうち4万人が、国境の厳重な見張りをすり抜けて越境したもので、その中の、約5千人余りが、ベルリンの壁を乗り越えたものであるが、 その大部分はまだ壁の国境管理が甘かった1964年までの数字である。東ドイツ側の国境越えの逃亡未遂に関する刑事訴訟の手続きは1958年から1960年までで約2万1300件、1961年から1965年までで約4万5400件であった。 そして1979年から1988年までの逃亡未遂の有罪判決は約1万8000件であった。これはベルリン以外の東西ドイツ国境での逃亡未遂も含めての数であり、ベルリンの壁を越えようとした未遂及びその準備をしたものはおよそ6万人以上とみられ、有罪判決を受けて平均4年の禁錮刑であった。 そして逃亡法助の計画準備の場合は実行者より重く終身懲役刑を課されることもあった。壁が破壊されるまでの間、東ベルリンから壁を越えて、西ベルリンに行こうとした住民は、運よく、西へ逃れた人以外は東ドイツ、国境警備隊により逮捕されるか、射殺されるか、あるいは途中で力尽きて、溺死か、転落死であった。壁の建設は、 東ドイツの体制が強制に依存しており、住民が国土を離れることを妨げる以外に、暴力によって、その崩壊を回避できないことを示すもので、ソ連がヨーロッパの前進地であるドイツを放棄するつもりがなく、その崩壊を手をこまねえて見ていることができないことを証明した。そしてこの措置は西側に対決するものでなく、東ドイツ人にとっての利益に対立するものであった。 そして、ソ連のフルシチョフ首相とアメリカのケネディ大統領の間で暗黙の了解として、西ベルリンの米英物参加国の中流権、及び西ベルリンへの自由通行権、西ベルリン市民の政治的自己決定権を犯さないことを前提にした壁の建設であった。それまで、米ソ首脳を悩ましたベルリン問題は、1958年の フルシチョフの自由都市宣言の最後通帳の主張から大きく交代して以降安定し固定化した。それは東ドイツの人々にとって以後東ドイツを離れることができなくなり彼らの不自由はもはや逃れることのできない運命となったことを意味した。また体制に反対する人々の大半は脱出して単に労働力の流出を防止しただけでなく 現在の状況と折り合っていく道を選ぶしかないという意識を人々に与えたことの影響は大きく、ドイツ社会主義統一党にとっては国家運営がしやすい環境が整備された。ソ連は東ドイツの創設者であり、長年にわたり事態発展の成り行きに影響を及ぼし、東ドイツの存続の政策与達権を握っており、壁崩壊で東ドイツが消滅するまでそうであった。 東ドイツが国民を実質的な監獄体制下に置き、本質的に抑圧に基づいていたことは、鉄のカーテンとベルリンの壁によって、物理的な力で国の安定を保障し、それに依存していたことで、政治的には破綻した国家であった。一方で、1970年代に入ると、東西ドイツ間で総合実質的に国家承認。 国交が樹立し、大規模な経済援助なども行われた。東ドイツ経済は、1960年代には、バルター・ウルブリヒト政権がある程度の自由主義経済を取り入れることによって発展し、東側陣営では、随一の繁栄を誇った。しかし、ソ連の圧力による1971年の、ウルブリヒト失脚、 そして1973年の第一次石油危機の後、経済当局の組織硬直により、産業構造の転換に失敗し、東ドイツ経済は不況に陥る。エイリッヒホーネッカー率いる東ドイツ指導部は、危機打開のために、東西ドイツ基本条約で事実上の国交を結んだ西ドイツから、経済援助を受け、これを助成金として、 国内各所にばらまくことで経済を成り立たせていた。この事実は、ホーネッカー退陣直後に暴露されたが、すでに、東ドイツ経済は、経済援助に頼りきりになっており、収支バランスを均衡にするためには、東ドイツ市民の生活水準を30%前後切り下げることが必要であった。この時点で、すでに人口流出が止まらなくなっており、 この暴露からほどなくして東ドイツは消滅した。ホーネッカーは1980年代に入ってからのハンガリー人民共和国やポーランド人民共和国での社会変革の動きに対して秘密警察である国家保安省を動員して国民の束縛と統制を強めていた。他の東欧の社会主義国と違って分断国家である東ドイツでは 社会主義のイデオロギーだけが国家のよって立つアイデンティティであり政治の民主化や市場経済の導入といった改革によって西ドイツとの差異をなくすことは国家の存在理由の消滅、ひいては国家の崩壊を意味するため東ドイツ政権は1980年後半に東欧に押し寄せた改革の波に抗い続けていたのである東ドイツは 他の東欧諸国にない厳格なイデオロギー国家であり、ナショナルアイデンティティが欠如しており、それだけ、マルクスレーニン主義が、他の東欧諸国よりも重要な意味を持っていた、国家であった。それを一番強く意識していたのが他でもない、ホーネッカーラ党指導部であり、あくまでも、協情主義的なマルクスレーニン主義に固執する以外に、国家が生存する道はないと考えていた。 西ドイツと明確に異なる東ドイツの存在意義は体内的にも体外的にも壁の存在なしには成り立たないものでありそのために徹底した思想言論統制を行っていたのである国内にはポーランドのような連帯運動もハンガリーのような慎重にソ連と協調しながら勢力を増した党内改革派もなく体制に不満を持つ人は 壁の建設以前に西側に移り、壁建設以後は政治犯として収監されて西側へ追放されてしまい、体制に不満な部分はわずかにキリスト教会の活動に押し込められていた。1989年以前の東欧諸国では国家が国民に西側に旅行できない制限を課して移動の自由がない状態が続いていた。東ドイツの一般市民にとっては 同じ東欧諸国への旅行でさえも制限があった。1989年の民主化要求のデモにおいて旅行の自由が求められていたのもこういった事情があった。東ドイツ市民が比較的自由に行けたのはチェコスロバキアで身分証明書の提示だけで旅行が可能であった。民主化が進んでいたポーランドへは1981年以降は 公認旅行者が主催する旅行か招待状によるものでしか許可されなくなった。他のブルガリア、ハンガリー、ルーマニアへはビザ不要であったが、旅券の他に東ドイツ政府が出すビザ免除旅行証という許可証を入手しなければならなかった。私的旅行には3種類の区別があり、第1番目はソ連、ポーランド、チェコスロバキア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、 モンゴル、北朝鮮の8カ国への旅行。第2番目は、年金資格を得る年齢に達した人々の旅行。第3番が目は、その他の年金資格を得る年齢に満たない人々の旅行であり、近親者の冠婚葬祭や、病気見舞いなどの際に当局に、許可の申請を行うものであった。この旅行の自由、移動の自由を求める動きは、壁の建設後は、 体制の抑圧で失速状態でやったが、1980年代後半になってから顕在化し、東ドイツ政府の堅タなまでの対応がやがて、自国民の大量出国を招き、その対応で新しい方針を打ち出す際にミスを犯し、その結果は壁の崩壊を招き、東ドイツの消滅につながった。 東ドイツへのペレストロイカ導入をめぐって対立したエイリッヒホーネッカーとミハイル・ゴルバチョフベルリンの壁の前で演説するロナルド・レーガン・ソ連では1985年に共産党初期長に就任したミハイル・ゴルバチョフがペレストロイカ政策を発表東欧諸国にも推進を進め多くの国はそれぞれ改革を始めたが東ドイツにとって社会主義体制の放棄は 分断国家としての独自性、国家分断の正当性を放棄するに等しいため、改革の実行を拒否、一部の反対派を逮捕、交流して弾圧するだけであった。さらにホーネッカー指導部は、東ドイツカラーの社会主義というプロパガンダを打ち出して、ゴルバチョフと対立、ソ連メディアの情報にさえ検閲をかけ、1988年11月には、ソ連の雑誌、 スプートニクに対する郵便、新聞管轄局の認可を取り消し、事実上の発禁処分とした。また、1987年には、当時のアメリカ大統領、ロナルド・レーガンは、西ベルリンを訪問し、ベルリンの壁の前での演説で、ミスター・ Mr. ゴルビトー・ショーフ、ティアダウン・ディス・ウォール、と訴えていた。1989年6月に、隣国ポーランドで自由選挙が行われて、 統一労働者党が敗退し、社会主義陣営で、初の非共産党系の政権が誕生した。また、ハンガリーでは、前年11月に、ハンガリー社会主義労働者党の改革派に属する、ネーメトミクロー主が、首相に就任し、1989年には、国内改革の動きが注目されるようになった。しかし、東ドイツでは、 自国の改革の遅れに失望して、出国を希望する者が増大し、1989年1月1日に、新しい旅行法が発行されて、東ドイツから高級的出国を申請するきっかけとなり、申請者数は9月末までの9ヶ月間に16万1000人に達した。この数字は1972年から1988年までの16年間の、 出国申請者総数が3万2000人であったことと比べるとこの年の東ドイツ国民の不満が沸騰点に達しつつあることを物語っていたこうした市民の東ドイツ政府に対する不満が高まる最中の1989年5月7日に行われた地方議会選挙では不満を持った少なからぬ数の有権者が 統一候補リストに対する新任投票に反対票を投じたが、指導部は選挙結果を賛成票が98.85%であると改ざんして発表し、市民の不満をさらに高めた。また、6月4日に起きた中国の天安門事件に対して、東ドイツ政府、SED、人民議会が、 中国当局の対応への支持を表明したことも東ドイツ市民の怒りを買っていた。そして6月18日にはポーランド人民共和国で複数政党制による自由選挙が初めて実施され他の東欧諸国に先んじて民主化を果たした。冷戦下では東西領事名への境界線は特に厳格に管理され鉄のカーテンと呼ばれていた。 このカーテンのうちハンガリーとオーストリアとの境界の部分についてハンガリーでは1988年に国外旅行が自由化されておりオーストリアへ越境するためにわざわざ有志鉄線の国境策を課す必要はもはやなかった結果維持費がかかるだけの無用の長物になっていたためネーメト首相はゴルバチョフの暗黙の了解のもと 1989年5月2日、鉄条網の撤去を開始した。東ドイツ指導部は市民が迂回して西ドイツへ亡命することを危惧し、ゴルバチョフに抗議したが、ゴルバチョフはこれはハンガリーの問題だとして無視した。夏になると亡命を目論んだ東ドイツ市民が夏の休暇を利用してハンガリーに出国した。 しかし、自由化された国境を越えられるのは、ハンガリー国民に限られていたため、東ドイツ市民は国境地帯に滞留、その数はおよそ10万人に上った。8月19日、ハンガリーの民間団体の主催で、半ヨーロッパピクニックがハンガリーとオーストリアの国境沿いのショプロインで開かれた。このイベントは、ハプスブルク家の末裔である、オットフォン・ハプスブルクが、 主催者となり、当初ハンガリーの人権グループと民主フォーラムとともに、鉄のカーテンに別れを告げる祝賀の日として計画されたものであった。これに、ハンガリー社会主義労働者等急進改革派のポジュガイ・イムレ政治局員が共催者として入り、しかも、ポジュガイの後ろには、ネーメと政権がいて、このイベントはハンガリーに滞留する。 東ドイツ人をハンガリーとオーストリアとの国境を越えて西ドイツへ逃がすことを密かに企としたものとなり後にヨーロッパピクニック計画と呼ばれたこの時西側に脱出した東ドイツ市民は661人に上ったしかしこの時国境地帯に滞在していた東ドイツ市民は東ドイツ当局の作望を疑って動かず さらにこのニュースを知った東ドイツ市民がさらに亡命を試みたため国境地帯の東ドイツ市民はさらに増加ハンガリーにとっても対処に頭を悩ませることとなったその後ネーメト首相は西ドイツのコール首相と東ドイツ市民の亡命についての協定を結びさらにゴルバチョフの了承を得た上で9月11日東ドイツ市民に向けて国境を解放 東ドイツ市民はオーストリアを通過して、西ドイツの移民センターまで移動した。東ドイツ国内から、再び人口流出が始まった。特に医師、電車やバスの運転手、高等教育を受けた、若い労働者などが次々に出国し、寮内のあちこちで、交通機関の運休や、医療の崩壊、工場の閉鎖などの社会的混乱が起きていた。この時点で、すでに、 人口流出の防波堤としてのベルリンの壁は、そのようをなさなくなっていた。東ドイツ当局は、この、ハンガリーの行動を激しく非難し、ワルシャワ条約機構外省会議を開いて、圧力をかけることを試みたが、ゴルバチョフの賛同を得られずに頓挫した。さらに、ホーネッカーは、急性胆脳炎と診断されて7月から、療養中で、有効な対策が取れなかった。 この時期、東ドイツ指導部は10月7日に予定している建国40周年式典を、前に目障りな問題を処理することだけを考え、行動していた。9月27日、ニューヨークの国連総会の合間に、シェワルナゼソ連外相、現社制毒外相、フィッシャー陶毒外相が会談し、プラハの西ドイツ大使館に滞在中の西ドイツへの脱出が合意された。 東ドイツの人々を追放することに合意した。30日、現社外相は、プラハの西ドイツ大使館を訪問し、バルコニーから大使館内の敷地に野宿していた、東ドイツ市民に向かって、我々は、今日皆さん方が出国できるということを、お伝えするために、ここへやってきました。とアナウンスした。このアナウンスと、 市民たちが歓声を上げる様子はテレビを通じて全世界に伝えられた。この東ドイツ市民の脱出は東ドイツの建前としては追放であり東ドイツ当局がこの建前を尊重するよう要求したことから市民たちの移動経路はチェコスロバキアから東ドイツ領内を国有鉄道の列車で通過することとなった。10月1日から 東ドイツ市民数千人が列車でドレスデン・ライプツヒを通って西ドイツに向かった。10月4日に列車がドレスデン中央駅に到着した際には便乗しようとした追放希望者が駅に押し寄せ人民警察の間で衝突が発生した。東ドイツでは大量出国の問題が深刻化するにつれて問題の解決策を誘導措置と呼んだ。 出国の波を阻止するのではなく制御する方向に変えて記念式典を前に乗り切ろうとしたのである。プラハと同じくポーランドのワルシャワでも誘導措置を行い、ワルシャワの西ドイツ大使館に逃れた人々をロット、ポーランド航空の特別便で追放した。しかしこれは国家の存立を脅かす局面でしかなかった。こうした中、当時のイギリス首相、 マーガレット・サッチャーは、ミハイル・ゴルバチョフ書記長に、東側のリーダーとして、ベルリンの壁崩壊を阻止するために出来得る限りのことを、するよう要請し、次のように語った。我々は統一ドイツを望まない。これは、戦後の国境を変えることになってしまうことでしょう。我々は、世界情勢の安定を傷つけ、我々の安全の脅威となるような発展を認める、ことはできない。 マーガレット・サッチャー10月3日、東ドイツ政府はチェコスロバキアとの国境を閉鎖した。これによって、東ドイツ国民がチェコスロバキア、ハンガリー、オーストリア経由で西側へ逃れることは不可能になった。しかし出国することができなくなったため、逆に東ドイツ国民の不満は体制批判に転化していた。国外へ大量に出国する市民もいれば、 国内に泊まってドイツ民主共和国を内部からの改革を目指す動きはこの時期から活発になっていった。9月4日、ライプツヒでは秋の見本市が開催されていたが、およそ1200人が大量逃亡の代わりに旅行の自由をと叫んでデモが行われた。以後ライプツヒを拠点にデモが激化していくことになった。 このデモは2週間後の9月25日には8000人、10月2日に1万5000人、10月9日に7万人、10月16日に15万人、10月23日にはついに30万人がデモ行進に参加して、それまでの東ドイツにかつて見られなかった多くの市民が加わった大規模なものになった。我々はここに泊まる。我々が国民だ。自由な選挙を。 国家保安省は出ていけと叫び、市民運動、新フォーラムの認知と、ドイツ民主共和国憲法第一条の削除を要求した。第一条には、社会主義統一党が国家を指導することが、謳われていた。東ドイツ建国40周年式典に出席した、ホーネッカーや、ゴルバチョフラ東側諸国の首脳人建国40周年。 記念の自由ドイツ青年団によるパレード共和国宮殿で行われた建国40周年記念晩3回で東側諸国の首脳らを前に挨拶をするホーネッカー。これが彼にとって最後の晴れ舞台となったホーネッカーにとって最後の頼みの綱はソビエト連邦からの支持を得ることであったが10月7日の東ドイツ建国40周年式典を訪問した。 ソ連共産党のミハイル・ゴルバチョフ書記長は、軍事パレードの後に、シェーンハウゼン城で行われた、ソ連東ドイツ両国の党幹部の会合で演説し、自国のペレストロイカの現状を報告した後、遅れてくるものは人生に罰せられるとホーネッカーに、対する批判とも取れる言葉を述べた。これに対して、演説を行ったホーネッカーは、自国の社会主義の発展をまくしたてるのみであった。 ホーネッカーの演説を聞いたゴルバチョフは軽蔑と失笑が入り混じったような薄笑いを浮かべて一度を見渡すと下打ちをした。ゴルバチョフがホーネッカーを支持していないのは東ドイツの他の党幹部たちの目にも明らかだった。ゴルバチョフは人民議会での演説でも先に発表したシンベオグラード宣言の内容を繰り返し各国の自主路線を容認する発言をしたのみで 東ドイツ政府の指示には言及しなかった。また前日の6日夜に行われたパレードでは、動員されたドイツ社会主義統一党の下部組織、自由ドイツ青年団の団員らが突如として、ホーネッカーら東側指導者の閲覧席に向かって、ゴルビー。私たちを助けて、トシュプレヒコールを上げるハプニングがあった。これを見たポーランド統一労働者党のミエツスワフ。 ラコフスキ第一書記は、ゴルバチョフに、若者たちの話している内容が理解できるか、尋ねたところ、ゴルバチョフは、ドイツ語はよくは知らないが、わかるような気がすると答えた。ラコフスキは、ゴルバチョフ、我々を助けてと懇願しているのですよ、と答えた後、次のようにゴルバチョフに教えた。これらの若者は、党活動家の最良の部分とされているのです。これで、おしまいですよ。 ミエチスはフラコフスキナの火曜に、共和国宮殿で行われた、晩餐会の席でもゴルバチョフは、東ドイツを賛美し自画自賛するホーネッカーの乾杯の挨拶を聞きながら、そのすぐ脇で適厳しく批判の言葉を述べていたという。ホーネッカーが自画自賛している、その時、共和国宮殿の周りでは、デモ隊が抗議集会を行っていた。ゴルバチョフは、 晩餐会が終わるとそのまま、シェーネフェルト空港へ直行し、そくさと帰国してしまった。クレーンツによれば、この時ゴルバチョフは周囲にいた、SED の党幹部たちに、行動した前と、案に、ホーネッカーを退陣させるよう囁いたという。この日の夜、全体で547人が拘束された。こうして、ゴルバチョフに見捨てられ、 忠実なはずの党の青年組織からも公の場で反目されたホーネッカーはドイツ社会主義統一党内での求心力も急速に失われ党内のホーネッカーおろしに弾みがつけられた形となった10月9日ライプツヒの月曜デモは7万人に膨れ上がり市民が我々が人民だと政治改革を求める大規模なものとなったホーネッカーは 警察力を使って鎮圧しようとしたが、ライプツヒゲバントハウス還元学団指揮者のクルトマズアラの反対に遭い、また期待していた、在独ソ連軍が動かず失敗に終わった。こうした東ドイツ国内外での混乱が拡大すると、危機感を募らせた政権ナンバー2のエゴン・クレンツや、統政事局員で、トーベルリン地区委員会第一書記のギュンターシャボフスキー、らは。 まず10月10日から11日にかけて行われた政治局会議で、ホーネッカーに迫って、今までの政治体制の誤りを事実上認める政治局声明を出させた。今までの自分の政治を否定される格好になった、ホーネッカーは12日に中央委員会初期、全国の統治区委員会第一初期を集めた会議を召集し、自身への指示を取り付けて、 巻き返そうとした。しかし、ドレスデンでの混乱に直面したハンスモドローラ各地区の第一初期からホーネッカー批判の声が上がり、全くの逆効果に終わった。特に、ポツダム地区第一初期のギュンター・ヤーンは、ほとんどあからさまに退任を求めた。勢いづいたクレンツ、シャボフスキーラは、ビリー・シュトフ閣僚評議会議長やソ連の指導部とも連絡を取り、密かに、 ホーネッカーのおよとしを拡作した。10月16日、ホーネッカーは再び月曜デモに対して、武力鎮圧を主張したが、国家人民軍参謀総長のフリッツ・シュトレーレッツ、大将は、軍は何もできません。すべて平和的に進行させましょうと言って、ホーネッカーの命令を拒否した。もはや軍も、ホーネッカーには従わなくなっていた。 10月17日午前10時、社会主義統一党中央委員会の政治局会議が始まった。いつものように議事を進行し始めたホーネッカーに対し、突如、首都府首相は、ホーネッカーの初期長会任を中央委員会に提案するよう要求した。これには、ホーネッカー以外の政治局員を呼び、政治局員候補の全員が賛成を表明し、ホーネッカーは、 自らの解任動議を可決せざるを得なかった。10月18日、中央委員会総会でホーネッカーは正式に退陣し、エゴン・クレンツが公認の初期長に選出された。そして10月24日に人民議会で国家評議会議長及び国防評議会議長にも選出された。しかしこの人民議会でそれまで 全員一致が観光であったのが国家評議会議長で26票の反対27票の保留国防評議会議長で8票の反対17票の保留があった東ベルリンでの反政府デモエゴン・クレンツ新書記長はホーネッカーが設立した自由ドイツ青年団議長を務めた人物でホーネッカーの子飼の部下でありこの時に ホーネッカーに反旗を翻したものの国民は愚か社会主義統一党の党員たちからでさえ信頼されていなかった。クレンツが直面したのはこの信頼性の欠如であった。5月の自治体選挙における不正の中心的責任者であり市民デモへの警察の鎮圧の直接の責任者である治安担当初期であったためである。 しかも一党独裁制の枠の中で緩やかな改革を行おうと思ったクレンツは初期長に就任してすぐに驚くような報告を受けた国家計画委員長ゲアハルトシューラーから国家財政の破滅的な状況について知らされたのである。不債額は直近15年間に12倍に膨れ年間100億マルクのペースで増えており粉飾決算を繰り返して 西側の融資を得ていた。これが明らかになれば、東ドイツの評判は落ちると同時に、差し迫った問題としては次の利払いに充てる資金がなく、西ドイツからの探求資の支援が必要であるとのことであった。クレーンツは11月1日にモスクワを訪問してゴルバチョフと会談、金融支援を混成したが、我々は支援を提供できる立場にない。 ソ連に支援を頼るべきでないと誇示された。そしてデモで揺れる国内の情勢から、大衆デモが壁を突破しようとする可能性があり、警察が介入し、一定の緊急事態も想定される特くレンツが発言すると、ゴルバチョフは政治的恐喝とを受け止め、ソ連の軍事的支援を期待することはできない。国民の大量出国と壁の問題は、あなた方が解決すべき問題で、 すぐに解決しなければあなた方に大変な問題が起こると返答。クレンツは何の成果もないママベルリンに戻った。また、チェコスロバキアとの国境が11月1日、わずか3週間の閉鎖を経て、再び解放され、3日に東ドイツとチェコ政府とで協定を結び、再びビザなしでの旅行を認め、チェコと西ドイツ国境の解放を承認した。 チェコスロバキア当局は身分証明書の提示しか求めなかったことから再び膨大な数の東ドイツ市民がチェコ経由で西ドイツに脱出を始めたこのルートでわずか3日間で5万人以上が東ドイツを離れプラハの西ドイツ大使館に流れ込んだ11月4日に首都の東ベルリンでも100万人以上が言論集会の自由を求める 大規模なデモが起こり、東ドイツ政府は根底から揺さぶられることになった。もはや混乱は収集がつかない状態に陥っており、クレンツ政権も十分に状況を把握できなくなっていた。政治局員の行動を求めるデモこの年の11月までに、東ドイツを離れた市民は約25万人に上り、 労働者不足により残った市民の生活にも支障が生じるようになった。特に30歳未満の若者が大量に脱出しており、ライプチヒでは市内のバス運転手の半数が出国したため退職者が職場に復帰し、軍の兵士もバスの運転に動員された。さらにトラックの運転手が国外に脱出したために食料品や 生活必需品などの物流が滞って倉庫に山積みになっていた。鉄道もブレーキ係や配電盤担当、機関士まで出国したため運行に支障が生じた。暖房や水道といった公共インフラも市の担当者が消えたため使い物にならず、医師や看護婦が大量に退職して閉鎖寸前に追い込まれる病院もあった。SED の党員たちにスピーチを行う。 クレンツ書記長。クレンツの右にいるのがシャボーフスキー。11月6日、東ドイツ政府は新しい旅行法案を発表した。この法案では西側への旅行は許可されるとしたが、しかしそれは年間30日以内と限定された上に、出国の際には相変わらず国の許可を要することや特別な社会的要請があった場合には、 許可が取り消されるなど様々な留保条件が付けられていたため、翌7日にすでにそれまでのように党の決定に対して、従順ではなくなっていた人民議会によって否決された。議会の否決を受けて、クレンツ書記長らは新たに暫定規則で対処することにした。同日、政府閣僚は全員辞職した。11月8日から開かれた党の中央委員会で、 政治局員も一旦全員が辞任し、ビリー・シュトフ首相やエリッヒ・ミールケ国家保安省らの引退と改革派のハンス・モドローらの政治局入りが決定し、ハンス・モドローを後継の首相に任命することが決まった。この後ようやくクレンツは、東ドイツ国内の世論に押される形で党と政府の分離、政治の民主化、集会、結社の自由化、 市場原理の導入などの改革を表明した。しかしこの日から行われた中央委員会は混乱していた。出席者からは工場で起こった労働者が党に反抗し始めていることが報告され、さらに各地で起きているデモへの対応などをめぐって中央委員会の出席者たちはお互いを非難し、罵り合うような状態であった。党は自己批判と 相互告発の猛威にさらされて力を使い尽くしていた。この日、前日からのドイツ社会主義統一党中央委員会第10回総会の混乱は続いていた。経済学者ゲアハルト、シューラー国家計画委員長によって、東ドイツの財政が莫大な対外債務を抱えて、破綻寸前になっていることが報告され、これまで東ドイツが社会主義国では一番の高業力、 経済力を持っていると信じていた党員たちは、党枠と失望、ホーネッカーらに対する怒りの感情を抱いた。この日までに、クレンツ当初記長は、高級的出国を認める新しい政令を作成するように指示しており、この日の朝から内務省内に設けられた内務省と国家保安省の4人からなる、この作業チームで作業が進められていた。 本件に関するメシュタの問題はチェコのプラハに滞留している東ドイツ難民の処理であった。当初の案は永住出国の希望者を対象としたもので西ドイツの親類にあったり短い休暇を取ったりするための一時的に越境をしたい人は含まれていなかった。しかしこの作業チームの一人である内務省旅券局長ゲアハルト・ラウターが後に語ったところでは 永住出国は認めるが一時的な外国旅行は認めないという施策は、例えば西側に移り住むのはできるが普通に旅行することはできないことになり矛盾し、整合性に欠けていて、現実的には不可能なものと考え直し、途端場で規定が書き直された。手続きを簡略にして、個人的な旅行も申請さえすれば認めてその後の再入国もできるようにする。 という結論であった。最終草案では、壁の解放は宣言していない。ただ、パスポートとビザを有する者は誰でも、東ドイツと西ドイツ及び西ベルリン間の国境検問所を通過して、永久にあるいは一時的に国を離れることができると述べて、そのために、東ドイツ国民は出国許可を申請しなければ、ならない、として、 国の一定の管理を担保するように考えられた案であり、壁の存在は自命のものとされていた。そして明日、11月10日金曜日に発行すると草案は明記していた。この新しい政令案は12時に中央委員会の会議に届いた。午後3時過ぎ、クレンツは中央委員会で前日から続く。 避難の欧州線を中断し、旅行許可に関する出国規制緩和の政令案を読み上げた。クレーンツは、新しい旅行法を施行するまでの過渡的な規定として、この文書を読み上げ提案した。この新しい政令について、作業チームが提出した文書には、旅券を所持している東ドイツのすべての人民はいつでも、ベルリンを含むどこでも、 国境警備のチェックポイントを通って出国することを認めたビザを取得する権利を有する。旅券を持たない人民も出国の権利を付与する特別のスタンプを押した身分証明書を所持することができると書いてあった。そして、中央委員会でクーレンツは11月10日から効力を発行する明日11月10日に国境を開放すると説明した。そして、 東ドイツにとって、プラスにならないあらゆることが、第三国を通じて行われており、問題を解決するにはこれ以外の方法はないと述べ、この時に、暫定的の文言の削除とともに、フリードリヒ・リッケル内相から公表は、内務省でなく、閣僚評議会から行うべきとの意見が出て、クレンツは、分かった。政府スポークスマンがそれを直ちに行うように、私は言うと発言した。 この時点では、クレンツの想定では、旅行許可自体はそれまでと、同じく役所への申請が必要であり、これで大量出国の問題について、時間を稼ぎ沈静化できるとの思惑であった。東ドイツ市民は誰でも、ベルリンの壁の検問所に行けば通行が認められる、などとは考えていなかった。この提案は、暫定的の文言を削除した上で、 中央委員会の承認を受けた。旅行許可に関する出国規制緩和を発表する、シャボフスキーこの時に、社会主義統一党中央委員会、政治報道局長に就任したばかりのギュンター、シャボフスキーは、記者会見のためにクレンツの執務室に入った。この時にクーレンツは、シャボフスキーに、精霊文とプレスリリース用の文書を手渡して、これを持っていけよ。 きっと役に立つからと述べた。シャボフスキーはこの政令案の討議の最中、事務方との打ち合わせで委員会を複数回中座しており、この文書の主催を把握していなかった。そのため、文書の今からが明日11月10日からを意味していることを知らず、また、クレンツも文面についての細かい説明を行っていなかった。 文書を受け取ったシャボフスキーは午後5時50分に中央委員会の席を離れてすぐ近くのモーレン通りにある記者会見の会場に公用車で移動6時から記者会見が始まったため文書の内容を確認できていなかったこの西側各国との記者会見はウルブリヒト時代から行われていたがそれまであくまで東ドイツのプロパガンダの場であった 新政権発足後はそれを改め、ほぼ毎日定例記者会見を行っており、さらにこの日からは、中央委員会の内幕とそれに対する質問を許可することとなり、政権側の記者の側も記者会見の進行に慣れていなかった。この西側各国との記者会見には400人の記者が出席しており、東ドイツ国へ放送で生放送された。 この日の記者会見は、中央委員会での初決定についての型通りの、報告や、行政改革や、閣僚の交代などについての発表が続いた後、6時53分、イタリア国営通信アンサのリッカルド・エールマン、主席通信人が質問に至った。上述のように、シャボフスキーは、文書の内容を正確には把握していなかったが、さらに、 精霊案の通知文がすでに記者たちに配布済みであると思い込んでいた。そのため、エールマンラ記者にとっては、シャボフスキーの回答が初耳であり、エールマンがその内容を問いただした。ここで、シャボフスキーは、クレンツから渡された、報道発表用の書類を取り出し、内容を読み上げた。この精霊案は、この日、中央委員会で承認されたが、 まだ閣僚評議会の閣議では決定されておらず、正式な政令ではなかった。本来この政令は、この記者会見よりも後のタイミングで閣議決定を行い、11月10日に発表し、直ちに発行することになっており、シャボフスキーに渡された、政令案の文書が10日に報道を発表するための文書であったが、細かい事情を把握していなかったシャボフスキーは、 すでに閣議決定されており、また公表もされているものと勘違いしていた。ちなみに実際に、記者会見の後、政令は、正式に閣議決定され、東ドイツ国営通信が、政府報道官の発表として伝えている。口頭で政令の内容を伝えた後、エールマンから発行のタイミングについての問いがあった。本来の発行日は、翌10日であったが、 シャボフスキーの手元の文書には発行期日は書かれていなかった。この直後にアメリカ NBC 放送のトムブロコー記者からベルリンの壁はどうなるのか西ベルリンに東ドイツ市民は行けるのかとの質問があった。シャボフスキーが文書を見ると西ドイツ及び西ベルリンへの越境は許可されると書かれてあったため常時出国は 東西ベルリン間を含む東西ドイツ間のどの国境検問所からでも行えると答えて質問に肯定する素振りを見せた。これでシャボフスキーは東ドイツ国民はベルリンの壁を含めてすべての国境通過点から出国が認められると勘違いで発表してしまったのである。東ドイツのべての国民が東ドイツの国境検問所を使って 国を離れることを可能にする外国への個人旅行は現在のビザ要件を提示したり旅行の必要性や家族関係を証明したりしなくても申請できます旅行許可は短期間で発行されます死体なく発給するように指示されますと述べたのであった東ドイツでは言論統制で出版物や新聞雑誌の発行及び西側からの持ち込みも禁止されていたが 唯一電波だけは防止することができなかった。東ドイツ領内の中心に位置するベルリンの西側から電波を発信していて、東ベルリン120万人が西ドイツ側のテレビ放送局ドイツ公共放送連盟と第二ドイツテレビを視聴できた。この他に西ベルリンを含む東西ドイツ国境沿いで8カ所のテレビ塔を建てて東ドイツ国内に 自国のテレビ番組が見られるように電波を飛ばしていて南東部のライプツヒアドレスデン一帯には地上波は届かなかったがおよそ東ドイツの7割近くが受信可能であったこの11月9日夜の記者会見の模様は東ドイツ国営テレビのニュース番組において生放送されていた東ベルリンも西ベルリンのテレビ電波が受信できるので東西市民は 互いのテレビ番組を視聴することが可能であった。またラジオも同様であった。西ベルリン市内に中継局が存在する西ドイツのラジオ局のほか、夜になると電離相反射で遠く、イギリスやスウェーデンの放送も受信することができた。単波放送に至っては、アメリカ合衆国や日本のものさえ受信可能のケースがあった。そして、これを見ていた。 東西両ベルリン市民は戸惑い半信半疑となった。この発言が出た時、時刻は午後7時を少し回っていたが、それから4分後には、ロイター通信、ドイツ通信、AP 通信の各通信社は、速報を出した。混乱して、ロイター通信と、ドイツ通信は、旅行に関する新しい取り決めがあった事実に重きを置いた打電であったが、AP 通信は、 教会が開かれると打電している。7時17分に ZDF がニュース番組ホイテで放送し、7時30分からの東ドイツ国営テレビのニュース番組アクトゥエレカメラでは2番目にこのニュースを伝えた。ただどちらも旅行に関して新しい規則ができたと報じただけであった。しかし7時41分にドイツ通信は西ドイツと 西ベルリンへの境会が開いたと打電し、そして午後8時に、西ドイツの ARD が、ニュース番組、ターゲスシャウで冒頭にアンカーマンの、ハンス・ヨアヒム・フリードリッヒが、今日11月9日が、歴史的な日となりました。東ドイツが国境を解放すると宣言しました。と報道した。また、ほぼ同時刻に、記者会見の場で質問に立った、アメリカ NBC のトム・ブロコー記者が、 ブランデンブルク門のところにある検問所付近の壁を前にして、これは歴史的な夜です。東ドイツ政府がたった今、壁の向こうへ通行できると宣言しました。何の制限もなしです。と、NBC 放送の電波に乗せて全米にレポートした。東西ベルリン間の国境検問所は、ボルンホルム通り、書生通り、インバリーデン通り、フリードリヒ通り、ハインリッヒハイネ通り、 オーバーバウム橋、ゾンネニアレイの7カ所あったが、やがて検問所の前に市民が集まり、通過しようとする市民と、政府から何も指示されていない、国境警備隊との間でこの記者会見での、シャボフスキーの発表をめぐりトラブルが起きた。西側でも、旅行が、自由化されるというニュースに驚いた市民が、殺到していた。国境警備隊は、指令を受け取っておらず、 隊員は報道も知らなかったために、すぐに対応はできなかった。当時、各検問所は、保安上の理由により、保安所同士の横の連絡はできないようになっており、業務上の連絡は必ず上部機関の指示に従う、ことになっていたが、指示をすべき、上部機関が内務省から何も指示がなく、対応方針が出せなかったため、各検問所は、総体として何が起こっているのか。 全く把握できなかった。結局、現場の責任者の判断で、それぞれ独自に対応することになり、最終的に、なし崩し的にゲートが解放されるに至った。午後7時記者会見の様子が、テレビで放映されると間もなく、検問所付近に、多くの東西ベルリン市民が集まり始めた。この時、ベルリン北部のボルンホルム通りの検問所のパスポート、 審査官のハラルト・イエーガー司令官はスタージにも所属していたことがあるが、たまたまこの日は朝6時から勤務に入り、24時間の勤務体制で、夕方6時から検問所の近くの食堂で夕食を食べていた時に、シャボフスキーによる旅行及び国外移住の自由化の発表を耳にして行転した。イエーガーは、シャボフスキーの発言を聞いて急ぎ検問所に戻った。 イエーガーが戻った午後7時15分には、この時点で、すでに市民10人が集まっていた。すぐに上官に電話で問い合わせせると、その上官は、これまでの人生で、こんなバカな話は聞いたことがないと言い、少し待て。何もしないで待てとの返事であった。電話を終えて外へ検問所の前に行くと、50から100人に増えていた。 まだ午後7時30分を回った時点であり、まだ7カ所の国境検問所付近を合わせても、数百人単位であった。フリードリッヒ通りの通称チェックポイント、チャーリーの東側に勤務するギュンターモル司令官は、夕方に勤務を終えて自宅に戻り、夕食を食べながら、テレビでシャボフスキーの発表を聞いたが、冷静に考えて叱るべき手順を踏んで法的に、 解決した後に翌日か翌々日に指示があると思った。そして特に急ぐ必要はないと考えた。7時30分に検問所からすぐ西側の喫茶店のウェートレスと男性一人が境界線を越えて警備兵に一緒に飲もうと誘い断ったので西へ戻ったと報告があった。彼はまだ深刻な状況とは思われなかったのである。一方、 チェックポイントチャーリーの西側の警備責任者のバーニー、ゴデック米軍少佐は、勤務を終えて、ダーレム地区にある自宅で夕食中に、地元のメディアが、検問所に集まってきている、東側が国境を開くらしいと、部下から電話で連絡を受け、上司の政治、軍事担当顧問官のジョン・グレート・ハウス大佐と共に、検問所に向かった。イギリス軍憲兵隊のクリストフト軍曹は、 この時、オリンピックスタジアムの英軍兵舎の中央、管制室にいたが、7時42分に、上司のワトソン大佐から電話があり、BBC ワールドサービスが、東側が国境を開くと報道しているとの連絡であった。急ぎ通訳を使って、東ベルリンの警察に問い合わせると知らないという、返事だったが、なぜか市当局に問い合わせると、夜半に開かれるとの返事であった。 ドフトは、西ベルリン駐在のイギリス憲兵隊全部隊に、東ドイツ人の西ドイツへの渡航が解除された、胸通達した。そしてこの時に、デスクの上で記録用紙として使っていたケ視に、1942ワトソン大佐から、電話あり、BBC の報道で、東ドイツ人の西への渡航制限が解除されるとの、こと、全部隊に通達、と記した。 ドフト軍曹は、その後この持ち場を離れず、無線から聞こえてくる声に耳そば立てて、チェックポイントチャーリーの動きを見ていた。午後8時ボルンホルム通りの検問所の外には午後8時には、数百人に膨れ上がっていった。この時に、東側の多くの市民が見る西ドイツのテレビ局、ARD のニュースで、国境が開かれると報じたと伝えられた。 イエガは再び上官に電話した。上官は新しい指示がないので群衆を帰らせた方がいいとの返事であった。西側のテレビ局でこの時サッカーの試合を中継をしていたつぼねがあったが、この中継にニュース速報が入った。壁が開き、数千人が検問所を目指して更新している。との報道であった。東でも西でも人々が動き始めていた。 ボルンホルム通りの検問所は、ベルリンの中心に位置するチェックポイントチャーリーとは、周囲の事情が違い、7つの検問所の中で最も、北に位置して、広大な住宅地帯からすぐに歩いて来られる場所であり、高いアパートの建物からは眼下に見下ろせる、検問所であった。午後8時30分を過ぎる頃には、数百人が数千人に増大していた。 警察官が来て市民に立ち去るように求め、まず警察署に行って、海外旅行に必要な書類を申請するように、説明した。一部の市民は言われた通りに、警察署に出向いたが、警察署側も政令に基づいた、対応の準備ができておらず、窓口で容量を得ない返事しかできなかったため、市民は立腹して検問所に戻ってきた。 イエーガーはほぼ20分おきに上官に電話して指示を仰いだが、返事は同じで新しい指示はない。じっと待機しているであった。一方、ベルリン市の中央部にあるチェックポイントチャーリーでは地下鉄の駅に近いため群衆が続々と集まっていた。ただし、これは西ベルリンの市民であり、ここでは東側よりも西側の市民が多数を仕掛けて、 ボルンホルム通りの検問所とは違い、西側市民が境界線を越えようとしたりした。午後8時に検問所の東側で入り口の前には数人が立っていた。この検問所は西側の軍関係者がノーチェックで通過できるただ一つの検問所であり、また西ベルリン駐在の米英物の3カ国の軍は4カ国協定で東ベルリンへのパトロールが認められており、 この夜もアメリカ軍将校は、事態把握のため東ベルリンに、チェックポイントチャーリーを通って巡回していた。したがって、東側市民の、この一帯への立ち入り規制は厳しく、無断で少し入っただけで、国境地帯への不法侵入として、刑事犯罪に問われかねない、外国人専用の検問所であった。そのため東側出入り口付近は、数人程度であったが、 監視塔からは見えないが、脇道や路地に次第に集まり、すでに数百人が検問所の遠くで待機していた。そこからは恐怖のためそれ以上近づこうとはしなかった。この間にモルは国境警備兵60人の追加を本部に自宅から要請していた。そして間もなく追加の警備兵が到着したが彼らが武装していることに西側から監視していた。 グレートハウス大佐は何があるのか、検討もつかず状況が悪化する可能性があると感じていた。午後9時ボルンホルム通りの検問所では、午後9時を過ぎた頃には、数千人が、数万人になった。車列の最後尾は検問所から数百メートル離れた、幹線道路、シェーンハウザーアレイに達し、その通りに至る脇道も車がぎっしり詰まっていた。 イエーガーは16、17人の警備体制では無理と判断して応援の人員を求め50人が追加された。多数の群衆が押し寄せてきたことで国境警備隊員は全く不意打ちをくらい数時間の間に突然改厳令下にいる感じになった。シャボフスキーが行ったのだからと詰め寄る群衆に規則ではビザとパスポートがいるのだから出直すように言ったが 検問所に集まってきた市民は、ゲートを開けろ、ゲートを開けろ、壁を撤去しろと叫び出した。ようやく上官から、大声を上げる市民から、国外退去させろとして、身分証明書の写真に特殊員を応印して、通過させる命令が下された。この応印によって、東ドイツの市民権が剥奪され、一旦出国したら二度と再入国できない措置で、あったが、この特殊員が、 身分証明書の無効を示すことを市民は知らなかった。またイエーガーは通行を許した者の,のリストを保管しておくことも命じられた。午後9時20分頃、イエーガーはパスポート審査所3カ所に再開を命じた。待っていた市民は我先に窓口に殺到し、一列に並んで応援を受け、検問所を出た。この間に250から300人を通過させたが、 さらにその背後には、数千人の殺気立った市民が、検問所を圧迫していた。チェックポイントチャーリーの東側の警備責任者である、ギュンターモール司令官はまだ自宅にいた。しかし9時30分頃に、再び検問所から電話があり、西側に100人ほど集まって、警備兵に、東側の市民を通してやれと懇願しているとの、報告であった。モルは検問所に戻ることとした。 そして戻る途中に検問所に着く手前で、東ドイツの国民車であるトラバントやバルトブルクの車がぎっしり検問所まで並んでいるのを見て驚いた。脇道や路地でじっとしていた人々がやがて検問所の前に現れてきた。午後10時チェックポイントチャーリーから西ベルリンに入る東ベルリン市民東西ベルリンの検問所に詰めかけた東ベルリン市民。 東ドイツ市民の許可証を確認する東ドイツ国境警備隊ギュンターモール司令官は10時過ぎにチェックポイントチャーリーに戻ってきた。モルはまず警備兵3から4人を伴って西側に行き集まっていた西側市民250人ほどの人々に新しい規則はまだ存在しないと説明した。反対側では地下鉄の駅から人がどんどん集まっていた。私は 予備兵を使い組集を押し戻させた。皮肉にもチェックポイントチャーリーでは、東側の警備担当者が、西側の市民の越境に神経を尖らせていたのだった。それから、監視塔に戻り国境警備隊本部にいる上官に、電話して、新しい規則について尋ねた。しかし返事は、ないであった。そして東側の人数も次第に膨れ上がった。 さして多くはない国境警備隊では、立ち打ちできなかった。モルは何度も、司令部に電話したが、現場にいない上官は待機命令を出すだけで、責任逃れに終始したため責任を押し付けられた。現場の警備隊は板挟みに陥り、対応に困り果てた。事態収集の策はなかった。モルはこの時点で、東側の群衆を70から100人と見積もった。 アメリカ軍は西側に集まった西ベルリン市民を2000人と見積もった。グレートハウス大佐は東側で何が起こっているのか情報を収集するために車を出して東側に入った。そして30分間の東側巡回を終えて西側に戻ってきた。アメリカ軍の監視小屋にアメリカ本国のテレビやラジオ局及びカナダやオーストラリアからの取材の電話が ひっきりなしにかかってきた。ゴデック少佐は、この事態を有料し始めた。検問所付近で雰囲気が最悪となり、国境警備兵ともみ合いになるのではないか。群衆が、東から西へ影響を試みた場合に検問所を、閉鎖するのではないか、であった。閉鎖という事態になればそれは、明らかな四カ国協定違反であり、ゴデックは、ソ連軍の士官を探した。 10時頃に、チェックポイントチャーリーの西側では、西ベルリン市民60から70人が、検問所の前の白線を越えて、前に進んだ。これは、明確に、東側への侵入であり、1961年10月22日の、チェックポイントチャーリーの対決ではこの白線を越えた、ことで揉めた歴史があった。住宅地の近くであったボルンホルム通りと違い、 チェックポイントチャーリーではむしろ西側の住民の方が動きが活発であった。そして10時35分にも約100人が白線を越えたが警備兵に押し戻された。ボルンホルム通りの検問所でイエーガーは本部に電話で全員の通過許可の要請を出した。しかし一向に拉致が開かない態度に語を煮やし、信じていただけないならこの受話器を窓から外に出しますから。 騒ぎをご自分でお聞きください。と言って、窓から外に、受話器を出した。再び受話器を耳に当てるとすでに切れていた。チェックポイントチャーリーの東側では、モル司令官が、検問所の前に来て、群衆をなだめようとした。午後10時30分でこの時に、東側の出入り口には、東側市民が2000から3000人に膨れ上がっていた。モルは後に、こんな状態は、 いつまでも続かない。必ず何かが起こる。もう群衆を抑えきれない。そんなことは不可能だ、と思ったと語っている。実際、警備隊の隊員は壁の手前まで後退し、群衆の前から引き下がっていた。これを見てアメリカ軍のゴデック少佐は驚いた。それまで国境警備隊は群衆に向かっていったもので引き下がったりはしなかったのだ。 この時に西側からアメリカ軍の軍装が東側へパトロールに向かい、東側市民が黙々と待っていて検問所に足を踏み入れていない光景を目にした。またこの時に逆に西側にパトロールに行ったソ連軍の軍用車が東側に戻ってきた際に、東ベルリン市民がソ連車を揺さぶっているところを目撃した。西側の軍関係者はこれはかなり異常な状態である。 ことを感じていた。そして午後11時頃に西側の市民が国境警備兵の制止を無視して1階になって壁に登り始めた。午後10時30分頃、ボルンホルム通りの検問所には2万を超える群衆が詰めかけていた。イエーガーは何をしたらいいのか確信が持てなかった。ここまでに検問所の中で我々はどうすべきか討論を続けていた。 状況は緊迫していた。我々は、日っちもサッチも行かなかった。流血沙汰を避けることばかりを考えていた。そしても、他に選択肢はないと考えた。しかし何度も上官に指令を仰いだが、待てと言われるばかりであった。再び電話して、もう全員を通行させなければなりませんというと、上官は、指示はわかっているだろう。言われたことだけをすればいいと言った。 興奮状態下での市民の暴走や圧死による群集事故の発生を恐れたイエーガーは上官にこれ以上検問所を維持することはできないと伝え彼はもう持ちこたえられない検問所を解放しなければならない検制をやめこちらへの通行を許可するとしてすべてを開けろと命令した午後10時45分だったほぼ同時に存念アレイとインバリーデン通りの、 検問所も開かれ始めた。こうして、ついに東西ベルリンの国境は解放され、ベルリンの壁はここにおいて、政治的意味で崩壊した。オリンピックスタジアムの英軍兵舎の中央、管制室にいる、イギリス軍憲兵隊のクリストフト軍曹は、パトロール中のジープから聞こえてくる興奮した様子に、彼自身も興奮を感じていた。警視にこう記した。2325。 検問所の東側に大集団が、西側の集団が形成されつつある。11時35分に、ハインリッヒハイネ通りの検問所が開放され、11時40分に、オーバーバウムと諸星通りの検問所が開放され、そしてほぼ12時の日付が変わる頃に、チェックポイントチャーリーでも、ギュンターモル司令官が、同じ決断を下し、監視等から、 窓口のパスポート審査官のところへ行き、シュタージの最も地位の高い将校に、私は教会を解放するつもりです。と伝えた。パスポート審査官は、わかりましたとそれだけ言った。モルは歩行者用ゲートまで行き、開けろと命じた。アメリカ軍のゴデック大佐は、西側から注視しながら、東側の道路から群衆が近づき、検問所の東側ゲートを通過し、 税関エリアに入ったことをこの時に確認した。イギリス軍憲兵隊のクリストフト軍曹は無線機から聞こえてくる音声でこう記した。2359検問所で東ドイツ人が小集団を形成。東ドイツ国境警備兵が約20人いる。11月10日午前0時2分頃に東側の警察が 全検問所の解放を発表、すべての国境警備隊員1万2000名に撤収命令が下された。この夜はお祭り騒ぎとなった。午前0時15分、東ドイツの青年グループが西側の人々と合流してブランデンブルク門の前の壁に登って一緒に踊った。これより先に西ベルリン市民数十人が登り東側警備兵をからかい始めていた。 イギリス軍のクリスと不当軍曹は、無線機から音声が流れて、彼はこう記した。零零に八、東ドイツ人が西側に越境しつつある。零零五零チェックポイントチャーリーにて、車両は通行不能。クレンツ書記長は、党本部の執務室にいた。ここで市内七カ所ある、国境検問所すべてが群衆に囲まれているという、報告を受けた。クレンツは、 この群衆を押しとどめるのはもはや無理であると感じていた。シャボフスキーは記者会見後にベルリン郊外のバンドリッツにいた。午後9時にベルリン地区指導部の幹部から電話を受けて、まだ国境検問所が開かれていないことを聞かされて、急ぎボルンホルム通りへ車で向かった。しかし通りが車で溢れ返って検問所に着くことができず、代わりにハインリッヒハイネ通りに向かった。 シャボフスキーが検問所に到着した時には、すでに国境ゲートが開いた後だった。国境検問所の混乱で、現場指揮官から内務省に電話連絡し、組織の幹部が政治局のメンバーに連絡を試みたが、誰とも連絡がつかなかった。ディッケル内相は、これまでの方針に合致しない、新しい指令を独断で出すことは考えていなかった。 そしてその新規則の草案を作成し施行する責任者であった出入国管理局の局長はこの夜に劇場に行って午後10時30分頃に自宅に戻り国境検問所が一触即発の事態になっていることを初めて知ってあちこちに電話をかけたがやはり連絡がつかなかった郊外に行っていたシャボフスキーも検問所に急ぎ向かったがこの間にクレンツとの連絡は 取れていなかった。中央委員、執行部のメンバーが大幅に交代した直後で、国内の体制も弱体化していた。コール首相はこの時、ポーランドのワルシャワを訪問していて、マゾビエツキ首相と、自主管理労組連帯のアレサ議長と会談した後に、東西ベルリンの協会が解放されるとの一方に、接して、ヤルゼルスキ大統領との会談を、急遽キャンセルして、 同行していたハンス・ディートリー・ヒゲンシャー外相をワルシャワに残し、一旦ハンブルクへ、西ドイツ連邦軍機で飛び、ここで急遽用意されたアメリカ空軍の小型機で、西ベルリンに入った。東西ドイツが統一される、翌1990年まで、米英物の共同管理下にあった西ベルリンには、西ドイツの民間機でさえ入れなかったのである。コール首相は、翌1カーサに、 西ベルリンに入った。バルターモンパー市長は国境開放後にインバリーデン通りに立ち、感激に結ぶ多数の市民にマイクで挨拶し、市長自身も興奮して、我々は今世界で一番幸せな民族だと叫んだ。壁が建設された1961年当時の西ベルリン市長で後に西ドイツ首相となり、在任中に東方外交を展開して、 東西の緊張緩和に貢献したビリー・ブラントは、この時は、西ベルリンには住まず、ウンケル市に在住でこの年に76歳となった。そしてこの日に、新築の家に引っ越し、疲労困惑の手で早めに床についた。翌日の早朝に電話で事態を知り、急ぎイギリスの軍用機に乗って、西ベルリンに向かった。ゴルバチョフ書記長は、翌日の朝まで何も知らされていなかった。 ザイベルリンソ連大使のコチェマソフにも、この夜の記者発表の内容は事前に知らされていない。コチェマソフ大使は、記者会見の内容を知ってから急ぎ、ゴルバチョフとシェワルナゼ外相に電話をかけたが二人とも、忙しいとの返事であったという。つい一週間前に、クレンツがモスクワに訪問しており、その際のゴルバチョフとの会談でこの問題を討議したか、あるいは、 直通回線で話し合ったのだと大使は理解して、ベルリンでの事態の推移をテレビでただ眺めていただけで誰もモスクワに伝えていなかった。10日午前5時に本省の当局者からそっちの壁で何が起きたんだとの電話で初めて伝えた。ゴルバチョフはこのニュースを初めて知らされた時驚くほど落ち着いていたと側近は語っている。西ドイツの首都ボンではこの夜は ドイツ連邦議会が、決射進行法に関する定例審議の最中であった。午後8時20分に議員にこのニュースが伝わると、審議は中断された。在宅首相府長官は急ぎワルシャワーを訪問中のコール首相に電話を入れた。8時46分に、本会議が再開されて、首相府、社会民主党、キリスト教民主同盟、緑の党、自由民主党の各党が、 次々と演壇に立って発言し、特に最後の自由民主党のミシュニック議員団長は、今日という日は大きな希望の日であり、東ドイツの人々にとっては喜びの日である、と語った。そしてミシュニックの発言が終わると、キリスト教民主同盟の何人かの議員が突然立ち上がり、ドイツの祖国に統一、権利、自由をというドイツ国家の3番を歌い始め、 やがて他の会派の議員も歌い始めた。議事録には、出席者は立ち上がり、国歌を歌うとあった。突然の信じられない一方に泡を食った議員たちは、思い思いの音程で歌った。チェックポイントチャーリーを検問なく超えるトラバントと、歩行者クレーンによって撤去される、ベルリンの壁検問所を超えるトラバントと歓迎する、西ベルリン市民本来の精霊はあくまでも、 旅行許可の規制緩和がその内容であって、東ベルリンから西ベルリンに行くには正規の許可証が必要であった。東ドイツ国営テレビは繰り返し、旅行には申請が必要ですと放送していたが、それを帰り見る者はいなかった。混乱の中で東側、西側の検問所ともに許可証の所持は全く確認されることがなかったため、許可証を持たない。 東ドイツ市民は歓喜の中、大量に徒歩や東ドイツの国民者であるトラバント、バルトブルクなどで西ベルリンになだれ込んだ。西ベルリンの市民も騒ぎを聞いて、歴史的瞬間を見ようとゲート付近に集まっており、祝いの花や酒を片手に抱き合ったり、一緒に踊ったりやり合わせの紙吹雪をまき散らしたり、壁の周辺で歓迎の歌を歌うなど、 東ベルリン群衆を西ベルリン群衆が歓迎する様子が各所で見られた。また、アメリカやイギリスのみならず、世界各国から集まったテレビカメラがこの状況をニュース速報で世界中に伝えた。この大騒ぎはそれから3日3番続いた。ベルリンの壁は、冷戦、越えられないもの、変えられないものの象徴だった。それが数時間後の11月10日未明になると、 どこからともなく、ハンマーやツルハシ、建設機械が持ち出され、ベルリン市民はそれらで、自主的に壁の破壊を始めた。それらは、部分的ではあったが、方々で勝手に破壊されていった。こうして1961年8月13日に、建設が始まった。ベルリンの壁は、建設開始から28年後の1989年11月10日。 ついに一部ではあるが破壊された。壁は東側によって建設された東側の所有物であり、東側からは壁を壊す許可は一切出されていない。むしろ11日には倒された壁を元の通り立て戻す作業を国境警備隊が行っていた。しかし数日後からは東側によって重機などを用いて正式に壁の撤去作業が始まり、 東西通行の自由の便宜が図られるようになった。それは、すべての撤去ではなく、正式に解体作業が始まったのは、翌年1990年6月13日からで、ある。この後東西ベルリンの境界だけでなく、東ドイツと西ドイツの間の壁や有志鉄線で、閉ざされた国境も解放されることとなった。世界各国で、 高い評価を受けるポルシェや BMW、メルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンを自国に要する西ドイツ市民から見ると時代遅れな東ドイツ製のトラバントやバルトブルクに乗った東ドイツ市民が相次いで国境を越え西ドイツに入ってきた。西ドイツ国民は国境のゲート付近で彼らを拍手と歓声で迎え中には彼ら一人数とに花束をプレゼントする。 ものまで現れた。こうした国境線にも越境を阻止する壁や有し鉄線などが張られていたが、これらも間もなく壁と同じく東西ドイツの軍系の手によって速やかに撤去された。東ドイツ国民が乗っていたトラバントは、それから長くの間東西ドイツ融合の象徴として扱われることとなった。ブランデンブルグ門公式解放の警備を行う。 東ドイツ警察1990年1月8日のライプツヒ月曜でも我々は一つの新しいドイツを求める我々は一つの民族だといったプラカードや西ドイツの国章が入った旗が掲げられている1989年11月9日のベルリンの壁崩壊は単に国境の解放にとどまらず東ドイツという社会主義統一党体制の終焉を意味していた 11月13日、ハンスモドロ内閣が発足した。モドロは、政治、経済の改革を表明し、23日には、社会主義統一党が、ホーネッカーの不正調査の開始、在野勢力への円卓会議開催の呼びかけ、憲法第1条に定められている、党による国家の指導条項の削除を表明し、一党独裁制を放棄した。12月3日、 社会主義統一党は緊急中央委員会総会を開催し、クレンツ以下政治局員、中央委員は自己批判の声明を採択して全員辞任し、ホーネッカー、シュトフ、エイリッヒ・ミール・ケラワ等を除名された。クレンツは6日に国家評議会議長も辞任し、わずかに勝つきたらずでクレンツ政権は終わった。12月8から9日に開かれた。 社会主義統一党の党大会は、党名を社会主義統一、民主社会党に改名し、1990年1月には、クレンツやシャボフスキーも、党から追放された。こうして、社会主義統一党の一党独裁制は崩壊し、モドローは、政治、経済の改革を表明すると同時に、早急な東西ドイツ統一を否定し、条約共同体による、 国家連合を提唱した。しかし、壁の崩壊後1日、約2000人の東ドイツ国民が西へ流出し、東ドイツマルクの価値は10分の1に暴落し、もともと疲弊していた東ドイツ経済は崩壊していった。12月、モドローは、コールに対し150億ドイツマルクの支援を要請したが、コールはこれを拒否した。また、知識人たちは、 民主的な社会主義国家としての存続を模索していたが民主化の過程で明るみに出た法ネッカーら社会主義統一党の旧幹部たちの不正や贅沢行為に一般労働者たちは怒り社会主義そのものに対して否定的になっていった軍や警察の機能は停止し国民を抑圧していた国家保安省の出先機関が軍衆に襲撃されるようになっても 東ドイツ政府は何の手を打つこともできなかった。1990年初頭には市民の70%が東ドイツ国家の存続を望んでいたが、ライプツヒの月曜デモでは我々は一つの民族だという声が上がるようになり、2月になると東ドイツが自力ではもう長く存続できないと認識されるようになった。結局、 東ドイツの旧政権幹部たちが恐れていたように、社会主義のイデオロギーが崩壊した東ドイツは、国家として存続できなくなり、崩壊していったのである。ドレスデンを訪問した、コール東西ドイツ統一式典ベルリンの壁崩壊に、対して、ソビエト連邦を、アメリカ合衆国、東、ヨーロッパなどから祝辞を送られ、そして壁崩壊時の混乱と不手際、 西側への流出の増大で、経済状況が逼迫し、急速に弱体化した東ドイツが、東西ドイツの統一に向けて動き始めた。それは1945年5月8日のソビエト連邦とイギリス、アメリカ、フランスによるドイツ分断以降、ドイツ人にとっては悲願であった。フランス大統領、フランソワ・ミッテランは、 ベルリンの壁崩壊に反対していたイギリス首相、マーガレット・サッチャーに、統一ドイツは、アドルフ・ヒトラーよりも広大な領土を手に入れるであろう。そしてその結果にヨーロッパは耐えなければならないことになると語った。ソビエト連邦の最高指導者であったゴルバチョフは、東西ドイツ統一には、時間がかかると想定していた上に、東ドイツが北、来た。 大西洋条約機構に参加することを恐れていた。アメリカ合衆国の大統領であったジョージ HW ブッシュも統一がそれほど早い時期に実現するとは考えていなかった。西ドイツ首相のコールですら、早急な統一には無理が生じると考えていた。東ドイツのモドロー政権は円卓会議を開き自由選挙の実施。 新国家のための新憲闘争案の作成まで決定していた。しかしながら1990年3月、東ドイツにおいて最初で最後となる自由選挙が行われ、西ドイツのコール首相が肩入れした。速やかに東西統一を求めるキリスト教民主同盟を中心とした勢力が国民の支持を受けて勝利すると、それまでの社会主義統一党政権が主張していた。 東西の対等な合併ではなく、西ドイツが東ドイツを編入する方式で統一が果たされることに決定した。こうして、東西ドイツの統一は、ソ連、ヨーロッパ諸国、アメリカ、そして西ドイツ首脳が考えていたよりも、はるかに速いスピードで進められた。この驚異的なスピードで進んだ、ドイツ再統一の原動力は、ベルリンの壁が崩壊したことによって生み出された。 歓喜と感動、そして東ドイツの国家としての崩壊であった。結局、ベルリンの壁崩壊から万一年も経たない1990年10月3日、悲願の東西ドイツの統一が実現した。10月3日の統一式典では、ベルリンの旧帝国議会議事堂に、黒、紅、金の三色旗が挙げられ、ルートビヒバンベートーベンの公共局第9番。 合唱付きが演奏された。しかし、この感動と歓喜の情熱の渦はコールが想定した通りの弊害をもたらした。東ドイツでは1989年11月10日以後、自分たちは二つに分裂したうちの片方である、東ドイツ国民ではなく統一されたドイツ国民であるという意識が大きくなっていった。 これが早急なドイツ統一を支持する背景となった。統一後の経済的な不安が想定されて叱るべきであるが、壁の崩壊直後に西ドイツ政府が西ドイツを訪問する東ドイツ市民に対して渡した一時金はこの不安をかき消すことを助長した。ドイツの再統一は東ドイツ市民を無条件で裕福にするかのような幻想を生み出した。結局、 ドイツ再統一のスピードがあまりにも早すぎたことはその後の経済的混乱によって実証されることになった。世界屈指の経済大国であった旧西ドイツと旧東ドイツの経済格差は一時的な幻想では覆い隠せないほど歴然たるものが存在した。現在でも東西の所得格差は残されたままである。また旧東ドイツでは 資本主義に適応できなかった、旧国営企業の倒産によって失業者が増加し、旧西ドイツでは、旧東ドイツへの投資コストなどが足かせとなって、景気の低迷を招いた。このため、東西双方で市民の間に不満が高まることになった。東西ドイツの統一に関する法的な見方については、ドイツ再統一を参照。 ベルリンの壁の一部をブッシュに送るドイツ外相のハンス・ディートリー・ヒゲンシャー・ゴルバチョフは従来から冷戦の緊張関係を緩和させる新思考外交を展開していたがドイツの東西分裂とベルリンの壁の存在は冷戦の代名詞でもありいくら緊張緩和といってもベルリン問題を解消しない限り冷戦の終結とは言えない状況であったところが ベルリンの壁が崩壊したことで、東西ドイツの統一に、一応の目処が立った。壁崩壊から1ヶ月後の1989年12月3日、アメリカの父ブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフの両首脳が、マルタ島で会談し、冷戦の終結を宣言した。ベルリンの壁崩壊は、すでに民主化を果たしていた、ポーランドや、ハンガリーやブルガリアのみならず、 東ヨーロッパ全域に波及した。ベルリンの壁崩壊の同日、ブルガリア人民共和国で、トドルジフコフが、ブルガリア共産党書記長を辞任し、その後国家評議会議長の職も辞した。11月17日には、チェコスロバキアで、ビロード革命が発生し、ポーランドのワルシャワでは、チェーカーの設立者、フェリックス・ジェルジンスキーの銅像が3つ先にされて、撤去された。 そして、マルタ会談の直後の12月16日には、ルーマニア革命が発生した。また、東欧同様、ソ連の衛星国であったモンゴルでも、壁崩壊後の1ヶ月後の12月10日、サンジャースレンギーンゾリクを中心とする民主化デモが発生した。1990年にかけて民主化運動は進展し、モンゴル人民革命党の一党独裁体制が崩壊し、 新憲法制定、複数政党制の導入が実現した。そして、ベルリンの壁崩壊から2年後の1991年8月20日には、バルト3国が独立し、1991年12月25日には、共産主義の元祖であったソビエト連邦地震まで崩壊した。壁が撤去された後の路面に残された国名壁の倒壊後、 壁自体が変貌した。破壊された壁の断片が盛んに取引され始め、東ドイツの末期の最大の輸出ヒット商品となった。ハンマーとのみで、東ドイツ政府が所有する建造物に叩きつけて、破片を持ち去る人が後を絶たず、東ドイツは壁は民主共和国の人民財産であるとして、無秩序な壁の破片の売り出しの阻止に動いた。そして、 民主共和国の貿易商社に壁の商品化を委任し、心眼証明書を発行して売り出し、その販売利益で国の健康保険制度を立て直す予定をしたが、やがて国自体が消滅した。それでも60トンのベルリンの壁のパーツがカイロでアメリカに運ばれ、ボストンとシカゴのラジオ局が自由の石くれとして、破格の安値30ドルで売り出した。 多数の西ドイツ人が数千ドイツマルクで壁の一区画をそっくり買い取った。ロンドンの競売所がモンテカルロで大量の壁区画のべ100メートルを一区画当たり、最高で3万ドイツマルクで競売にかけ200万ドイツマルクを荒稼ぎした。購入者の中には鉄のカーテンという言葉を作ったイギリスの元首相のウィンストン・チャーチルの孫娘もいた。その後には、 ベルリン市がベルリンを表敬訪問した外国の品格に壁の残骸をプレゼントし世界中に配った。その中にはロナルド・レーガン、ジョージ・ブッシュのアメリカ大統領の名もあった。しかし国の消滅とともに無秩序になり壁破砕装置を使って多くの場所でたちまち粉砕されて道路建設の基盤材として使われ東西間の道路網に敷かれたりした。 王子の壁の95%以上は壁撤去時に破壊されてわずか数百の壁区画がそのまま保存されベルリンの様々なところに総延長1.5キロの壁が存在するだけで大半が失われているベルリンの壁崩壊20周年記念式典でのドミノ倒し後の様子ベルリンの壁崩壊から20周年に当たる2009年にはドイツ国内でもイベントが開かれた 式典では、ドイツのアンゲラ・メルケル首相、フランスのニコラ・サルコジ大統領、ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領、イギリスのゴードン・ブラウン首相、アメリカのヒラリー・クリントン国務長官らが、ブランデンブルクモンを東から西にくぐって友好を演出した。ただしばらくオバマ大統領は出席しなかった。冷戦終結の立役者となった、ポーランドのレフ・バーウェンサ。 旧ソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ両元大統領も姿を見せた。ベルリンの壁崩壊記念日の2009年11月9日には、ドイツ政府主催のイベントが、ベルリンで開かれ、このイベントでは、ベルリンの壁に見立てた発泡スチロール製のドミノ薬先行を倒すイベントも行われた。このイベントでは、バウエンサが、ドミノ倒しの火蓋を切った。 2009年10月31日には、ジョージ HW ブッシュ、ゴルバチョフ、コールの3人が、ベルリンで再会した。このイベントにおける3人の発言は、以下の通りである。光の境界壁崩壊から、四半世紀となる2014年11月9日にも、記念行事が行われ、かつてのベルリンの壁沿いの一部に明かりをつけた白い、風船を配置し、 夜に一斉に空へと風船を飛ばす、リヒトグレンツェというイベントが行われた。また、ゴルバチョフは5年前と同様に、ベルリンを訪問した。上述のように、東ドイツのホーネッカー政権大臣とベルリンの壁崩壊に、功績のあったゴルバチョフは、私たちが現在このように生きていることに、多少の貢献ができたことを、私は誇りに思っています。と挨拶した。 ありがとうございます。